じんわりと懐かしい。江戸時代、四季豊かな名所絵で人気を集めた歌川広重。明治時代、浮世絵風景画に新機軸を打ち出した小林清親。大正から昭和にかけ、日本各地の情緒あふれる風景を描いた川瀬巴水。江戸から昭和までの風景を見つめた3世代の目をご紹介します。浮世絵風景画、広重、清親、巴水、3世代の目。町田市立国際版画美術館にて9月12日まで開催中。